はい、今回紹介いたしますのはカマカ HF2D2i ですね。デラックスのバージョン2ってやつですね。スローテッドヘッドになっているイプカというモデルになります。風の通り道とか光の通り道なんていうふうに呼ばれている、ハワイ語の、イプカの頭を取っているのは D2i になりますね。ペグがステルスっていうやつですね。5等のステルスになってたりとかして、まあ、非常にスローテッドヘッドなのに軽量化をされてたりとかするので、結構使い勝手がいいかなと思います。通常のデラックスと違う点としてはロープバインディングではなくて、シェルバインディングになってたりとか、まあ、ここのロゼッタのところもそうですね、シェルになってます。こちらの D2i の方もね、なかなか本数が多くは作られてないのでなかなか入ってこないものにはなってしまいますが、非常にまあ綺麗なハワイアンコアを使っているものが多く見受けられますので、まあ、音の方もね聞いてもらえれば、分かるんですけども、非常にこう、まあ、スロテッドヘッドになっているせいか、音に張りが出ているのでパリッとしたね元気のいい音なんていう風にもなりますかね。じゃあ音の方を聞いていただきましょうか。よろしくお願いいたします。